ごめんね、リンヤさん。公務に支障が出ちゃって。転送ゲートが使えないの？うん。5分前までは動いてたんだけど、さっき試運転してみたら、インニスの転送ビーコンを特定できなかったの。原因はわかる？いろいろ調べてるんだけど、通信施設やインニスの転送装置の問題かも。もしもし？インニスの技術スタッフに連絡がついたの？何？第10通信基地？悪いニュースよ。第10通信基地で何かあったみたい。連絡が取れないの。第10通信基地って？少し離れた円形の谷にある基地よ。こっちとインニスの間の通信や転送経路を安定させる役目を担ってるの。あそこに何かあればインニスと連絡が取れなくなるわ。どうやら偶然じゃなさそうね。基地が廃棄機種に襲撃されたのかも。セシリー、エスターに報告をお願い。私はエクセキューターと調査に向かうわ。了解。通信基地でアクシデントだって？ええ、あなたも一緒に来る？もちろんさ、ユリン様が心配されている。この先で待ってるよ。新しい情報は？基地に連絡したんだけど、全然応答がない。おそらく本当に何かあったんだろうね。基地の通信装置の故障ということはないの？装置の問題なら、通信不能になる前に誰かをこっちに起こすはずだ。もし廃棄機種に襲われたとしても、普通なら駐在するエクセキューターがすぐ本部に連絡する。もしかしたら基地の要員が情報を発信する前にやられてしまったのかも。エクセキューターと警備要員たちが短時間で制圧されるだなんて、普通の廃棄機種では考えられないわ。テンラン、現地のエクセキューターは誰？確かウーミーだったかな。新人で俺は2回しか会ったことがない。行きましょう。何が起こったのか確かめないと。気をつけて。近くで廃棄機種の活動を感知したわ。やはり基地で何か起きている。
気をつけて。近くで廃棄士の活動を感知した。見習いエクセキューターのウーミが報告。あなたがウーミ？はい、リンヤ様。ウーミ、そんなにかしこまる必要はないわ。どうしてミラポリスとの連絡が途絶えてしまったの？私もここに戻ってきたばかりです。さっき基地を襲った廃棄士を追いかけるよう命令を受けたんですけど、途中で基地からすぐ戻るよう言われて急いで戻ってきました。正しい順序としては、廃棄士を追う前に襲撃を受けたことを早急に報告するべきだったわね。私、他の人たちはどうしたの？わかりません。戻ってきてすぐにまた襲われて、それから皆さん、この下のエリアに微弱な生命反応がある。それに廃棄士が活動している形跡も。基地には緊急避難用のシェルターがあるはずだ。生存者がいるかもしれない。あ、そうだった。この下はシェルターでした。案内します。これは何？インキュベーターだ。最近発見された特殊な廃棄種だよ。まさかここで出会えるとは思わなかった。あそこ、生き残った人が。集中して。まずは目の前のことに対処するのよ。
それだけ？確認したけど、全員意識を失っているだけだ。今のところ命に別状はない。廃棄種がとどめを刺さないなんてどうしてなの？今までそんな記録はなかったわ。インキュベーターの持つ特殊な習性じゃないかな。海、ど…私もこんなの初めてだ。テンラン、状況を本部に報告して負傷者の収容を要請して。それとシャーリー、近くにまだ廃棄種の気配はある。この辺りにはもう廃棄種はいない。シャーリーさん、廃棄種を探知できるの？すっごい。普通は大型の探知装置が必要なのに。以前セシリーさんに機能をアップグレードしてもらったの。範囲は狭いけど、みんなの役に立てたらいいなって。へえ、じゃあ私にもできるかな。おしゃべりは終わりよ。任務を忘れないで。海、ここの装置はまだ動かせる？早く本部がインニスと連絡を取れるようにしないと。あ、はい、今すぐ確かめてきます。私たちも他に手がかりがないか探しましょう。ここの廃棄種を排除したとはいえ、どうして襲撃されたのか。中継ステーションに自動修復できない故障があって、手作業でやらなきゃいけないんです。中継ステーションって、この先の正気の沼にあるあれかい？あそこも廃棄種に攻撃されたのか。ミラポリスは外部の重要設備に防御シールドを展開しているわ。通信関連の施設が同時に襲撃されている点も気になるわね。この2つが無関係とも思えない。廃棄種の目的は私たちとインニスを切り離すことに違いないわ。でも廃棄種って本能で動くモンスターに過ぎないんじゃないんですか？こんな
目的を持ったような行動ができるんでしょうか。ウーミン、あなたはあれがただの知恵を持たない怪物だと思う？私は一番低位の廃棄。まあいいわ。テンラン、本部からの応答は？すぐに引き継ぎの人員が来るみたいだ。ユリン様は正気の沼の中継ステーションの異常を調査して通信の早急な回復を求めてる。じゃあ私はここで本部の応援を待ちます。仲間たちの意識がまだ戻ってないし、今廃棄。いいえ、あなたも一緒に来て。正気の沼に詳しいんでしょ？じゃあここの安全はどうするんですか？廃棄種はもう駆除したわ。すぐに本部から人が来るそうだから。
その先です。着いた。すごい、植物が生い茂ってる。いろんな生き物がいそうね。ああ、ある意味その通りさ。植物にとってここは天国だろうね。じゃあどうしてミラポリスはここに町を作らなかったのかしら。俺がさっき言った天国ってのは人間にとってのじゃない。あそこに霧が見えるだろう。あれは水蒸気じゃなくて人体に有害な瘴気なのさ。瘴気。ここは地上の再植民時代に建てた生態研究所の跡地で、人工的に遺伝子改良を加えた変異生物種が保存されていた。だけど廃棄種に破壊された結果、多くの変異生物たちが自然環境に出ていってしまった。生物たちはすぐに環境に適応し、完全な生態系を築いてしまった。惜しいことにそこで人間に有害な毒素が発生してしまったんだ。雨の日や湿度が高い時期には瘴気が発生しやすくなる。だから人間にとっては必ずしも生活しやすい場所じゃないのさ。天蘭さん、すごく詳しいですね。ここに昔いた友人に聞いただけだよ。まったく残念だな、こんなに。おしゃべりはまた後よ。海、入り組んだ地形だからあなたが頼りよ。あ、はい。中継ステーションは全部で3カ所です。ついてきてください。気をつけて、この先に廃棄種がいる。そう来ると思ったよ。それだけ？もう一回。この辺りは廃棄種の活動が多いの？たまにうろついてる個体はいますけど、今日みたいに一斉に現れることは少ないです。こんなの序の口さ。この先もっと厄介なやつが出てこないとも限らない。まさかでっかいやつが陰から見てるなんてことは。私アブサントと戦ったことないのに。それを解決するために来たんでしょ。海、この先は案内して。リーア様、ここからは分かれて行動しませんか。え？3つのステーションは瘴気の沼の別々の場所にあるんです。みんな一緒だと調査に時間がかかっちゃいますから、3組に分かれるのはどうでしょう。でも私たちはここの地形を知らないし、簡単に言うけど別行動は危険じゃないかしら。うん、ことは急を要する。重要なのは早くステーションを直すことだ。ウーミーの提案も一理あるかも。そうね、手間を省けるならありかもしれないわ。じゃあ地形図をみんなと同期させてっと。よし、できた。ウーミー、どう分かれたらいいと思う？私？ここの地形に一番詳しいのは君だ。君の意見を参考にするのは当然だろ。私が決めていいのなら、1号と3号の中継ステーションはここから近いから、リンヤ様と天蘭さんにそれぞれ調査してもらって、2号ステーションは遠いから地形を知ってる私がシャーリーさんたち2人と一緒に向かうのはどうでしょう。おっと、待て待て、それはまずい。え？理由はだな、俺はその方向音痴なんだ。それなら私とシャーリーが1号ステーションね。ウーミーはエクセキューターと天蘭を連れて3号ステーションに向かって。もし厄介事が起きたら？あなたにはお手の物でしょ。そうだね、じゃあ行くとするか。